どうも、世界最強のアフガニスタンへようこそ。世界5位だろ。カエテルもそう思います。ちょびひげがアフガンに飛ばされたバタフライエフェクトで、イギリス大統領マルクスや、江戸幕府に強行するポルトガルが誕生する中、今日も元気にアフガンを導いていきましょう。汗。アフガン国内で社会主義が台頭してたみたいだけど問題なく粉砕したよ。労働組合一主流派だし、全然台頭してないだろ。自由主義と社会主義が台頭する余地はこのアフガンにはないのだ。ヒューラーに従順な派閥だけが生き残るのである。最大派閥のウラマーは従順ではないと思うんですけど。アヘン戦争以来、アフガン産アヘン漬けのペルシアを、正式に保護領化してやるぞ。ペルシアを従えれば石油には困らなくなりますね。アヘン戦争の結果、ペルシアに条約港を取得しているアフガンは、楽々ペルシア全土を占領して保護国化した。これでアーリア同胞たるペルシアを支配。ペルシアの自治権縮小を推し進めてアンシュルス市、統一アーリア国家を建設するのだ。一方、フランスでは革命が起きてます。パリから始まった社会主義革命が全土に広がったようだな。フランスでの革命はイギリス大統領マルクスが主導する国際的陰謀だ。全世界に赤い病原菌をばらまくこの国を粉砕しなければならない。英仏社会主義かとはたまげたな。KR になっちゃう。アフガン式国家社会主義こそが赤の恐怖に打ち勝つ方法である。アフガンは前半強主義者の名手として赤に打ち勝つだろう。さあ、英仏に対する反共の防波堤たるプロイセンと防共協定を結ぶべきだ。列強から落ちてるプロイセンに英仏と戦う力があるわけないだろ。ちなみにプロイセンは雑魚すぎてロシア史上の一員になってます。栄光あるドイツ民族がロシアに従属。あってはならないことだ。国を堕落させたビスマルクは腹を切って死ぬべきである。と、ドイツの東半分をロシアの衛星国に変えた男が言っています。汗。近代的大敗によってもたらされた堕落。アーリア精神を忘れたドイツはロシアに尻尾を振った。今やアフガンだけがアーリアの最後の砦であり、アフガンがアーリアの名手として世界の新秩序を創造する。そのための戦いが今、始まったのである。何この全く興奮しない新章開幕。カエテルもそう思います。というわけでドイツ人移民を推進だ。どんな顔だよ。大敗したドイツからアーリア的精神を持つ100万の農民を受け入れるぞ。ちょびひげの気まぐれにより、アフガンに南ドイツ人が多数召喚された。誠のアーリア国家たるアフガンにゲルマン民族がやってくるのは当然のことだ。まあアフガンではドイツ人は差別されてるんですけどね。アフガンではパシプーンとタジク文化以外容認されてないからね。1882年、マルクス率いる英国が唐突に外交戦を仕掛けてきました。ペルシア領のシースターンを狙った外交戦なようだ。まあアフガンは最強だし、英国には負けんでしょ。全然焦ってなんてないんだから。その波打ちが焦りを表している。カエテルもそう思います。列強1位、英国との戦争だ。アフガンは艦艇9隻しかないので戦争が始まると制海権は一切なくなると思う。なんでそんなに艦艇少ないの？海軍士官養成できるだけ教育水準の高い沿岸ステートがとても少ない。よって新都とカラートでしか海軍を建設できないが、満足に海軍を作れるほど労働力は余ってないのである。工業化が進んだのはいいけど、パンジャブ以外労働力枯渇してるからね。すぐに労働力なくなるじゃねえか。なんなんだこのゲーム。人口増加もシビアになったので全体的に労働力が枯渇しやすくなったね。こうなったら栄養インドをイギリスから解放だ。そうすればアーリア同胞の解放と労働力の確保同時に成し遂げられる。アーリア云々はともかく労働力確保するならインド征服は最適だな。問題は英軍をなぎ倒してインドを征服できるのかという話ですが。とりあえずイギリスには栄養インドの放棄と、いくつかの反王国の譲渡を要求しといたぞ。アフガン軍は全軍200大隊近くまで軍拡。インドを蹂躙するため、英軍と戦いを繰り返している。これだけ軍隊があれば簡単にインドを蹂躙できること間違いなし。アフガンの勝利は確定したも同然だぞ。汗。さあ、国際共産主義の悪魔マルクスよ。アフガンを貶める陰謀は失敗だ。今すぐ神戸を垂れてアフガンに謝罪し、自ら弾頭台に上がるがよい。国際共産主義に対するアーリアの偉大な勝利に万歳。黙りなさい美大落ち。は？これが1882年、戦争が始まる直前のアフガンの統計です。すでに負債が限度額の半分以上に達しており、これは美大落ちが進めた無理ある軍拡によるものであります。破綻するほどじゃないから問題ないぞ。インド征服してその富で返せば OK。負債以外も反体制派が全人口の4分の1に達しているな。指導者原理が徹底されたアフガンでは反体制派なんてどうでもいい存在だぞ。無視して問題なし。そしてこちらがその2年後、戦時中の1884年の統計になります。いろいろ崩壊したの、わかるよね？ GDP が3000万ポンド消し飛んでる。そう、GDP が6900万から3900万。とんでもない減少。他には？行政力がとんでもないマイナス値を叩き出し、官僚機構が麻痺してる。他には？負債が限度額に達し、破産寸前。他には？輸送船が壊滅して海上輸送が無事死亡。他には？反体制派が1000万人、全人口の3分の1に達した。他には？維新が大幅減少して列強6位まで転落。
そうだね、君の政策の結果、アフガン経済は完全崩壊。特にロイヤルネイビーの通商破壊で物資欠乏が状態化。僕たち数十国の思い出したくない記憶が呼び覚まされるよね。アフリカ産資源が入ってこないだけでアフガン経済は崩壊するのである。どうすればいいの？おお。俺のアーリア国家建設計画が。万国のプロレタリアよ、団結せよ。まずい、社会主義革命が発生しそうだ。こそったれのマルクスね。英国の扇動による革命だ。幸い、内戦につながるほどの規模ではなさそうですが、経済崩壊してるし、反体制派増加による政情不安も続いてるので、即座に講和すべきだと思います。やだ、僕はインドを征服するの。真のアーリア国家を作るの。キール水平反乱みたいなイベントも起きてるし、もう潮時だろ。やだ。汗、汗。え、これ吸って落ち着けって？すー。あれ、カブールってこんな光景だったっけ？いや、ここは世界首都アーリアン。カブールから生まれ変わったとしか。これがインドを征服した誠のアーリア国家アフガンの人だね。よくやったモルデブ、今のうちに講和を進めるぞ。というわけで第一次アングロアフガン戦争は白紙講和で終了です。アフガンはデフォルトを宣言し、借金を帳消しにしましたが、強烈なデバフを食らいました。莫大な戦費に耐えきれなくなって破産しちゃうという最悪な結末だった。もう英国との戦争はこりごりだ。ロシア軍と違って軍質も高いので技術差あっても結構苦戦するんですよね。1884年に戦争は終わった。しかし、アフガン経済が戦前の水準に回復するのは2年後の1886年のことであった。アフガンは本土を蹂躙されたり、爆撃されたわけではないんですが、2年以上も経済復興に時間がかかりました。もう戦争なんてやめよう。ゆっくり内政しよう。カイセルもそう思います。アフガンは、まだ負けておりません。ここからアフガンの逆襲劇が始まる。では、美大おきさん、アフガンを強国にする方法がありますよ。お、なんだ秀樹、教えてくれ。あんたがヒューラーを辞めることです。ふざけんな。俺たちは日独位として負け、そしてアフガンとしても負けた。敗北を認め、潔くこの世を去ろうではないか。カイテルもそう思います。さっさと成仏させてくれメンス。でもアフガン経済は1890年までにこれだけの V 字回復を見せてるんだよ。こっからもう一回やり直せるって俺たち。でもイギリスとは倍の差があるからね。まだゲームは折り返し地点だし、こっから巻き返せるよ。でも国民がちょびひげ政権に不満を持ちまくってるし、潔く退陣した方がいいよ。くそ。この裏切り者どもめ、私もやるべきだった。大粛清を、スターリンのようにな。アングロアフガン戦争中に起きたナミビア水平反乱以来、ヒューラー打倒を掲げる革命勢力が台頭し、ついに1890年、アフガンの春が訪れる。NSRP 一党独裁制は終焉し、普通選挙が行われる。こんなことが許されてなるものか。俺は諦めんぞ。汗。こうして大アフガンアーリア国はちら恨みも残らなかった。もうちょっとだけ続くんじゃ。さて、ちょびひげ政権がもたらした経済崩壊から復興した後、アフガン国民は全ての元凶たるちょびひげを追い出し、ここに民主主義のアフガニスタン共和国が誕生しました。共和国最初の選挙では農業党が勝利。イスラム党がそれに続き、NSRP の残党であるファシスト党は惨敗します。ファシスト党が負けるのは複雑な気分だが、ちょびひげのせいだから仕方ない。選挙結果では農民が優勢でしたが、実際にアフガン政界に最も影響力を持つのはイスラム党。アフガン共和国はシャリアを重視するイスラム共和制へと変貌していきます。ずっと宗教政策国境だし、ちょびひげ時代からウラマーが強かったんだよね。アフガニスタンイスラム共和国はちょびひげが反対したせいでできてなかった税制改革などを行って収入を改善した後、急速な成長を開始。1893年には GDP1 億ポンドに到達し、その後もかつてない速度で成長しています。1890年代に入ってからのグラフの角度がおかしい。一人当たり GDP も世界5位とかなりの高水準だ。1899年には属国ペルシアの武力併合を行い、ちょびひげが夢見ていたアーリア統一国家を建国します。これだ。これが見たかったのだ。アフガン国民よ、今すぐヒューラーを呼び戻そう。アーリア統一国家を繁栄させられるのはヒューラーだけだぞ。はいはい。またこの頃、列強諸国によるアフリカ分割がほぼ完了。アフリカ中央部に巨大なアフガン領アフリカが誕生します。これがミッテルアフリカちゃんですか。そして世紀が変わり、20世紀に入るとヨーロッパに変化が生じます。お、イタリアがついに動くか。いや、きっとドイツがスラブの首から出したのだ。まずドイツ。唐突にプロイセンが本気を出し、ドイツは統一されました。よくやった。さあ、ドイツよ。欧州の覇者となれ。ただしロシア史上の一員のままで列強になってません。今やドイツは列強2位のアフガンに並ぶ大国でロシアなんかより圧倒的に格上なのに。どういうことなの？国名が北ドイツ連邦のままなのも列強じゃないからドイツ建国条件を満たしてないせいだ。なぜロシア史上から抜け出さないのか本当に不明。ロシア移民を据えるというメリットはあるよ。ドイツ人口の 3-5% ぐらいはロシア移民だよ。聖なるドイツの土地をスラブ化するなんて、許せない。そしてイタリアの方はまさかの強硬領を打倒したローマ共和国が覚醒。北イタリア諸侯を統一し、その勢いで数年後にはローマ主導のイタリア共和国が誕生した。よくやった。さあ、次はオーストリアを攻撃だ。
ちなみに日本はというと維新することなく真の超高国になってます。悲しいなぁ。ポルトガルはどうなったの？ポルトガルは相変わらず日本に調香しており、真に調香する日本に調香するポルトガルという図式が完成しています。複雑回帰。一方、アフガンはというと1905年に久々の列強との戦争を実行。みんなのサンドバッグロシア帝国を殴ります。ロシアから火場の総主権を奪い取り、アルメニア、グルジア、バルトを独立させた。いや、そんな小国独立させるより、ウクライナとか独立させた方がいいでしょ。今はアプデで直ってますが、このバージョン、独立させる国を選べなかったんですよね。なんだそれは、やらしいバグだな。そして1909年、英領インドで反乱が発生するとアフガンは反乱を支援して参戦。俺の意思を継いでインド征服に動くんだな。先のアングロアフガン戦争の悪夢が、シーレーンが破壊され、物資欠乏で経済崩壊、破産した悪夢。しかし、20年の時を経てアフガン経済は強靭化していた。そして海軍艦艇も9隻から77隻まで増えていた。ってことはシーレーン破壊を防げたわけ？防げてないのね。しかし、アフガン軍、軍拡しまくって400大隊の大軍で押し切って勝利。英領インドはベンガルとして独立します。なんでちょびひげ時代以上に軍拡してんだアフガン。そしてその10年後の1919年、アフガンはパキスタンに変態した。別の国じゃねえか。誠のアーリア統一国家の正体はなんとパキスタンだったのか。んなわけねえだろ。アフガンはインド国家扱いなのでパキスタンやインドへの変態が可能なのだ。当然、パキスタンでは満足できないのでインドへの変態を目指します。ひできいいね。賛成。インドのアーリア同胞を解放し、アーリア統一国家を拡大すべきだ。その後パキスタンと化したアフガンはイギリスやベンガルと戦争して、北インドをちまちま切り取り、1920年代後半には北インドの豊富な人口を活用し、急速に成長して列強ランク1位に。人口1億2000万、GDP 5億4000万ポンド。2位のベンガルに維新で倍の差をつける圧倒的世界1位となりました。しかし、残り10年切ってるのにインドの半分を支配できてないな。アフガンはインド統一の戦線自由を使えるのになぜベンガルに使わないのだ。あのでかいベンガルを一発併合できるぞ。悪名 346.6 とかいうもう引き返せない悪名がつくからですね。今やパキスタンアリア国は世界最強の国家だ。悪名など無視して宣戦布告せよ。ということでパキスタンは1929年、悪名を無視してベンガルを併合。途中、世界中の列強が懲罰戦争を仕掛けてきましたが、撃退して勝利しました。アフガンがこんなに強くなるなんて感慨深いな。カイテルもそう思います。こうして1929年、パキスタンからインドに変態。もはやアフガン要素は皆無だが、首都はカブールのインドができたのである。本当に近代国家か？このインド。EU4 のテムール変態ムガル帝国かな？統一インドは人口3億近い大国、GDP10 億1000万ポンドです。インドは労働力あまり散らしてるからまだ伸びるぞ。統一インドは人口3億近い大国、GDP10 億1000万ポンドです。インド強い。インド経済を牽引するのはアフガン時代から開発されてきたパンジャブ。州別 GDP ランキング世界トップはほぼインドの州が独占しており、その中でもパンジャブだけが GDP1 億ポンドを超えています。インドを統合するアーリア精神の中心たるアフガニスタン本土はどこぞ？東アフガニスタンはまあまあ上位ですよ。多分21位とかだけど。もっとアフガンを発展させんかい。アフガン経済を崩壊させた男が言うな。カイテルもそう思います。これは識字率マップですが、インドが抱える問題が明らかになってます。すなわちアフガン統治地域と英領インドの差。パキスタン及びアフガンが公識字率ですが、南インドは識字率が低調です。イタリアと同じようにインドにも南北問題が生じたか。生活水準を見るとペルシアからパキスタンにかけて真緑。世界最高水準ですが、南インドはやはり低調です。まあ深刻とかを見てもらえばわかる通り、世界基準なら南インドも高いんですが。まあ、どちらにせよ、俺のおかげでアフガンはインドを統一し、誠のアーリア国家として覚醒。俺が発展させた首都カブールは今日も繁栄しているぞ。ちょびひげ、お前の功績は未来技術を持ち込んだことだけだぞ。なんならその未来技術をもたらしたのもカイテルの功績だぞ。カイテルもそう思います。ちょびひげを退陣させたおかげでアフガンはアヘン経済とおさらばし、ちゃんと技術を活かして強靭な産業を育成して、インドのプロイセンとなる基礎を作ったわけだ。嘘だろ。モルデブが普通に喋ってる。冷静にアフガンがインドを統一した理由を分析してる。でもインドの真ん中にはイギリス支配下の反王国が残ってるぞ。タイムオーバーで回収できなかった奴らだ。ってことはまたアングロアフガン戦争、というか英印戦争が起こることは避けられない。だからインドのアーリア人たちよ、今こそヒューラーを再び、強力な指導者たる俺が、インドを勝利に導くぞ。とかいうざれごとに惑わされることなく、インドが発展していくことを願っています。カイテルもそう思います。こうしてアフガニスタンはチラウラにも残らなかったが、インドの構成州として伝説になった。